今日は、岩手県の、ツアー3日目、山田町に来ました。来れました。船越保育園で今日は、台湾日大絆保育園と、の子どもたちと船越保育園の子どもたちに、僕ら見てもらいました。あのね、虹歌ってる時にすごい泣いてる声で気づいた、分かった。もう俺もそれで気づくって、だから先生の、分かんないけど、なんか伝わったんだなと思って思いが、本当に、ね、被災された家族とかあるみたいで、やっぱね、ちょっとでも元気になってもらえたら嬉しいね。そうだね、はい、今日はこの後は大船渡に行って、今回の旅の最後の縁となります、全力で最後まで頑張ろうと思います。はい、はい、山田町とぼけることができたちょっと待って、とぼけることができた山田町とぼけることができた焼き芋だ全然